しいね。無事めっちゃ足バタバタする。あ、そうなの。泣いてると、飲みたいタイミングとうんちのタイミングはもうバラバラ。バラバラだね。一緒じゃないんだね。後から整ってくるのかな。だっておっぱい飲みながらうんちしてみるからな。しゃっくり止まってる時はある？起きてて普通止まってるよ。あ、止まってる。お腹でめっちゃ長かったじゃん、しゃっくり、うん、なんかよくあ、しゃっくりしてるやつだじゃん、うん、それ、うん、なんかそう、たまにめっちゃ笑う、なんかよく笑うの、うんうん、にっこりするよ。うん、ふふふってふふって笑う。タプーってタプーってなってる。もちょっと治ったでしょ、うん、でなんかこっち向きが多いからこっちがちょっと平らなんで、うん、かわいい、うん、頭の位置とかこう、うん、見るためにこうするじゃん、うんうん、その後の陣痛がやばいな。ああ、そうなんだ。押し出すために多分こうグリグリ刺激されて、うん、その後多分その後の陣痛はグーンってなるから波が来る。これやられた後ふわーってなった。やーい。え、もう鼻から追加どころじゃない。もうなんか揚げた骨油で揚げた感じ。油で揚げた感じ。揚げたって面白いよな。骨盤を油で揚げた感じ。なんだろうな。骨盤は油でずっと上げてる感じ。ずっと上げてる感じ。生まれるまでもう俺が入った時ぐらいから上げてた。うん、もうずっとその前からずっとギュイン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 みたいな。ドリルドリルせなみたいな感じ。息む時は出てこなさすぎて、うん、なんか心なんだろうな、なんか痛い痛い。目が飛び出そうだった。無理無理じゃね、うん、っていう感じ。これえでも無理じゃねっていう感じだった。でも降りてなんか元々痛い位置よりやっぱりなんか降りてきてんなというかなんかっていう感覚もある。若干ね。大丈夫か。でも無理じゃねえか。もう大きかった。途中もなんか。なんかさ、こうやっててさ、あ、ちょっとなんか変わりましたっていうタイミングがあったじゃん。うん、あ、でもちょっとこの引っかかりが、ちょっとその時は分かったかも。でも、うん、でも途中さ、なんか1回の息で行きましょうみたいな、うんうん、あれが良くなかったんだと思う、うん、あれ分割した方が良かったね。分割したら2回ってことでしょ。うん、そのでもレナの息見が下手くそすぎて1回で行きましょうってなったんだけど、うん、途中さ、もうさ、でももう早く出したすぎて勝手にいやいや、それは無理です。で、助産師さんが、え、行ける行けんのみたいな。え、行く行く行っちゃうみたいな。それは見れない。もうあれマジ最後の力。なんかそのかわいい。お、ピース。あ、お茶飲んだ。お茶の顔今。中の何が変わったんだろうね。こうやっててなんか。でなんかこう
旋回多分、うん、してたよね。だからちょっとずつこうやってたってこと、ね、うん、こうやって回しながら多分出してるらしいんだけど、うん、難しいだろうね。だってここ回してたら首骨折れちゃうし、こう切ってなっちゃうし、だから筒を広げてたんだよね多分ね。こうやって踏ん張って筒を大きくして、でこっち側だからそっか下が引っかかる、ぐにゃんっていかない。ここのあれかね、この体勢でちょっとこの感じでこいつらがくるんってなっちゃったか、もう分かんない、それはもう分かんない。そうミヤティ言ったら「でねやばくない」って。ミヤティもそうだったんだけど、1人3人目ミヤティのギャル文字やばくない。レイヤその時は陣痛8時間だ。でいろんな体勢も変えられたの、四つん這いとか、うん、俺らずっと座ってさあぐらかいてあの状態だったからさ、もっと楽な方法あったのかな。いやでも生まれたからもうあれ正解なんじゃん、あなたあなたの押し出しが。なんか寝てたら多分あれ生まれてなかった。寝て陣痛耐えてたら、うん、俺ら絶対寝ないって決めてたから、うん、なんか寝てたら陣痛遅くなるって調べてたから。今日あ夜ってこと、陣痛、うん、耐えてる時、あ耐えてる時、うん、下に降りてこない、うん、書いてあったから絶対座ってよと。変わったかもっていうので安心したけど、その前になんか脈拍のなんとかとか言ってたじゃん、ちょっと落ちたとかですね、うん、あの時なんか俺が吸引するのかなと思った。ああしたらでもえ吸引しあえあしないんだ、後ろもカチャカチャし始めて、うん、先生呼び始めたから、ね、うわそういう事態いいと思ったけど、よかったよ脈拍。多分測ってるとこがね、あのメガネの人が悪かったんだよね、うん、多分なんか新人っぽかったよね。なんか業務的な感じだったな。ちょっと硬いうんち出すみたいにねっつって、上手ですよ上手ですよっつって、多分慣れてない。新聞探すのに結構それ重要じゃんと思った。本当なんかベテラン具合はマジ人によってるもん、うん、いやあの全然あのベテランさん好きだもん、こっちはこうみたいな感じでさ、あの関西弁だ、あの人でやるのちょっと和んだもんな。あのいやいやあの人信頼が半端ない、あの人でちょっとなんか楽になったよ。俺もなんか気分おそうみたいな、押し返すつもりでみたいな。 そうあの人の言い方めっちゃ良かった、ね、あの人のこう声かけで結構パワーちょっと有力出す、うんうんうん、顔パンパンやな。やばい、鏡見たらびっくりするやん。でも大丈夫や、頑張ってる丈夫やみたいな感じ。あの人はすごかった。でも上から押されてたとて別にそんな変わらなかったんだ。いやでも、うん、もっと押してって思った。ああそうなんだ。ありがとうってなった。こっち側から押す、うん、ああもう押してってなった。あの人超心強かった、あのおばちゃんマジ新キャラだった。マジ初キャラ、うん、いや本当にすごいわ。看護師さん、助産師さんマジすごい、あの仕事無理できない、すごいわ本当にすごい、みんなの命預かって、ね、次もいるし、周りもいるし、ね、うん、それぞれのタイミングもあるし、うん、命扱ってるし、すごい、本当にすごい。いや本当に。そのさ、中入れとくね。うん。なんか表紙に取れたらちょっと乾燥させて、うん、ここに入れて。
腹プクプクも感じるね、これね。お腹がさ、なんか消化してるなっていう、うん、あーね、うん、プクプクって切ろっか、なんか痛そうなんだよ。取っとこう、うん、先行った友さんたちに。まだ行って。早く行って。びっくりさせるし、うん、ちょっと気使わせるかもしれないから。白いタオルって名前だった気がする、うん、チンチンの大きさって比例しますか？うーん、まあ、どうだろう、多少するんじゃん。これ、うんちって結構頻繁に変える、頻繁に変えるというか、してからどっか変えた方がいい。まあ、一応ルナ変えてたけど、うん、多分ね、起きて動き回って寄れる可能性もあるし、気づいたら変えた方がいいんだ、うん、とりあえず気づいたら変える方向でいく。あ、そう。おお、すごい。
おむつ変えるよで声かけた方がいい。おむつあらおむつですね。おむつ変えるよとか変えますよ。なんか話しかけた方がいい。そうだ、おむつ変えますね。そう。最初可愛いよ。でも本泣きしたらやばいから。泣き始めすんごい可愛い。この冷めすぎたやつって あげない方がいいのかな。ミルクやめとこう。20ぐらい飲むかな。うん、ちょっと20だけ作ってみる。うん、もうここにはいない。うん、軽くなった。軽くなった。仰向けで寝れる。でもだいぶへっこんだな。でも出てんだね。それは何なんだろう。子宮がだんだんまだ大きい子宮。うん、あ、てか薬飲まなきゃ。あの哺乳瓶のやつどうやってやんだろうこれ。ここでは開けないと思ってたのこれ。手で洗えて開ける前にもう一回お湯消毒すればある程度。一人みたいじゃない、なんか、だからどんぐりみたい。誰しもはこういう時期があるんだね。ね、考えられる。不思議だよ。うちらもホームレスも。うちらもホームレスも世界中のね、戦争して。減りました。減りましたか、ソワラちゃん。
ぱい欲しそう。手チュパチュパしてる。おっぱい。お腹空いてる。本当はおっぱいからあげるけど。うん。結構奥まで言ってる、うん、近く痛い、うん、で小指入れてみ、めっちゃ吸い付きやばいから、その力で自分の乳首を吸われてると思ったら、とんでもない。金を上げちゃいそうだから入れない。上げて大丈夫、うん、うん、そしたらギップさせたいから、しばらく、まあ、平らにしないで、ちょっと上体を起こしたまま、うん、さっきみたいに、ちょっと、そのまま放置して、ミルク出てきたら、これ、受け止めて。じゃあ、もう、そうだ、じゃあ。でもやっぱすぐに眠くなる感じなのね。でもないか。のパターンもあるし、なんかずっと 何かを求めてる時も、うん、周りに人いてよかった。和子さんもお母さんもいるし、ね、あとみゆきさんたちとかも最悪頼れるし、みゆきさん近くにいるのマジ心強いな、うん、だって助産師さんでしょのメンタルケア、俺も助産師だったんかな、どうだった。広重則さんから電話があって、うん、テレビ電話、うん、飯食って出れなくて折り返したら、うん、あの安に、うん、オリオンビールとかオリオンビールの、うん、安にだよね、うん、と
ところで飲んでて。あ、そうなの、うん、だからお父さん知ってたのか。どういうこと？なんかお母さんから LINE 来て、うん、なんかお父さんから明日退院って聞いたけどみたいな、うん、なんでお父さん知ってんだろうと思って、うん、そういうことだったの、うん、そうそうそう、なんか酒飲んでるテンションだった陽気な陽気なおじさんでしょキリッとしてないか、あらずキリッとパチッとしてたやっぱでもこの赤ちゃんの時期って特別だよね、なんかね。うん、28日、生後28日が新生児らしい。あ、そう。28日まで7月のだから6日の前の1日ぐらいね、毎日顔変わるから、うん、かわいい、ほんと子犬みたいな新生児の匂いいっぱい嗅いでる。かわいい。この拭いたやつもさ、一緒にくるんで、うん、したほうがいい、うん、それ使うね。これ蓋必要だよね。蓋買おう、後で。ああいう、なんか蓋、100均とかに売ってるやつ。安定しちゃうかも。無理だね。無理、うん、でもしょうがないよ。あの産んだ後ってみんな外出ない、うん、食材を買ってきちゃって。冷蔵庫も大きいの買いたいね。そうね、中古の、中古で10万円ぐらいで、そのタイミングで。まあでも家具そんな急いで揃えなくてもいいんじゃない。ちょっとずつでいいんじゃん。なんか急いで揃えると統一感ない、なんかすげえ生活感ダラダラの家になっちゃいそうだから、マジでちょっとずつでいいと思う。気に入った家具とかを狙って、ほんとゆっくり家作っていこう。あるもので、とりあえずして。ねえ、そうやな。すぐ大きくなっちゃうの？ずっとこのままでもいいよ。かわいいから。この目。開いてるじゃん。あ、なんか欲しいかな。もう一回飲むか。すぐ抜いて空気吸いちゃう、吸っちゃう、うん、
こう出したもんね、大丈夫、ゲプってなる、出るまで、うん、今日毎回出る、あ、うん、今あ、うん、一発出れば OK、 うん、大体で、ちょっと状態もっと、うん、ゲップってなんかつきものだから、なんかこう出ないと心配になる、行くよ。欲しいのかもね。食べます、チェンジ、たまさら、いやなんか合成みたいなのがなんかたま、確かにかっこいい、たま、お父さんと仲良しだよね、なんか、うん、お父さんもあの携帯あの見て、お父さんと仲良し、たま、うん、近い、全然毎日通んなかったのにめっちゃ見るやん、見て、タマ、ソアラよろしく、いやー、押してタマよろしくね、ちゃんと返事するよね、挨拶しよったねお父さんもさっき帰ってきたばかりだそうなの、仕事だった、あ、違うか、安いんところから、休みだからもう休みのところで昼ご飯まではお世話になった、マジでやばやばすぎ、うん、もう長いちょびっと長くしてしまった、ね、久々に安にのさ電話番号知ってる、あー、わかるよ、あとで LINE で送って、 OK、 うん、はいはい、ミュート、たけさんだ、ミュート大きくなったね、たけさん、イエーイ、大きい声、イエーイ、ミュート大きいね、大人になったね、ちっちゃい、おめでとうございます、明日あ、初お家で沐浴、うん、
見て、GoPro、GoPro 用意する。あ、やばい、待機待機。ドキドキじゃん。めっちゃ可愛い。ちっちゃー。可愛い。目とお兄ちゃんだね。ミュートお兄ちゃんだ。そうだね。ミュートの方がお兄ちゃんだね。うん。かわいい。ミュート仲良くして。ミュート仲良くしてね。はい。はい。はい。レイナー。うん。はい。そういえばさ、うん、あの荷物さ、うん、あれ明日の夕方届くはず。あ、明日届く。ありがとう。あれ荷物、そうそう明日届く。嬉しい。あ、ごめんね遅くなって。うん、めっちゃありがとう。いろいろありがとうございます。パパにー。何？どこ？やばー、ちっちゃー。見て、こんな人どこできるよ。見て、見て。名前なんだった？ソラだ。そう。ソラだよ。ミートがさ。うん。写真最初見てから、うん、赤ちゃんだー、かわいいねーって言ってミュートが言ったの。うん、言ったかわいい。でさ、うん、なんかリーナがアルバムにあげたさ、うん、あのおじちゃんみたいな顔のやつあるさ、うん、リーナの写真がお気に入りみたいな。そうなの。リーナは数ある写真の中であれが一番。あれ待ってよ、めっちゃ声が途切れてるの。あ、そう。聞こえる？あ、今聞こえる。あ、今聞こえる。うん。ウケる。ミュートあれが好きなの。ねえ、おじちゃんみたいな顔の写真好きだよね。ていうかさ、大丈夫。お風呂入れるんじゃない？え、大丈夫。大丈夫。かわいい。見て、こんなしてるて。かわいいね。でもレイナ体調とかは？目の血管がやばい。見て。やばいね。なんか声やばいね。なんかあれってあの高位高頭位だっけ？うん。なんか。なんか普通。なんかこう聞こえる？この息む時のみたいな。なんか普通さ、赤ちゃんってなんかお母さんの背中が顔でこう出てくるって。うんうん。でもレナの場合顔がお腹向いててこう出てきたわけさ。あー、逆？そう。だからでも生まれる瞬間までそれ分からんくて。うんうん、なんか全然出て、生きんでも全然出てこなかったわけよ。うんうんうん。で、しかもなんか、でな、生きむの多分下手くそだったんだはず。うん。なんかもう、一回の生きで行きましょうみたいな。うんうんうん。だからもう、陣痛来たら、ふっって息止めて、一回で出そうとしてたわけ。うん。そしたらもう、顔の毛細血管全部やられて、やば、目やられた。やばいね。全然出てこなかった。なんかもうユリナの時はさ、うん、もう頭出すのがあれ
あれだったけど、きつかったけど、うん、もう頭がもうトーンって出たらもうニュルンだったわけ。へー、あでも頭出たら、頭出たらもうなんか勝ちみたいな感じだよね。ん？頭出たらなんかもう勝ちみたいな感じだよね。あじゃあもうこの最初がもうなかなかだったんだね。うん、なんか、そう、こうだと、なんか帝王切開とか、吸引とかに普通はなるって。マッキーをまた途切れてから聞こえない。なんか聞こえる？あ、聞こえる。なんか普通だと帝王切開か吸引分娩とか監視とかになるらしい。あでも吸引もしなかったんだ。しなかった。あでもよかったさ、無事で。うん、もう本当に寸前まで分からなかったんだね。そう、出してから分かった。ね、たけさんは立ち会いできたの？あ、できたよ。ちょうど2時間ぐらい、昼の12時ぐらいに合流して2時半、2時40分だから2時間ちょっとずっとこう腰を、いやでもすごかった、感動した。おー、なんか立ち会いできたのかな、どんなかなと思ってから、ギリギリできた。よかったね。うん、また、なんか途切れてる。かわいい。かわいい。何を見て、何かも。かわいいね。ミュートだよ。ミュートだよ。よろしくね。会いに来てね。行くよ。うんま。うんま。やばい。じゃあ初また沐浴もさ、うん、取ってからさ、うん、あれなんか作るの動画、素材ばっかり溜まってて全然編集できてないけど、あげます、頑張って、うん、沖縄の旅から全部残ってるんで順次。いいね、うん、それをソアラにプレゼント。あ、動いた。待って、みーちゃん待って、近すぎてから。おでの弟はまだ主婦の時、私そんなやつはだいたくんもだけ。ありがとうございます。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。
さようならって言ったらいいよ。あ、ちょうどいいぐらいかな。あ、そう、うん、ちょうどいいか、最初ちょうどいいじゃん。じゃあ俺がいる。ん、俺がいる、あなたがやる、俺がやる。一回ルナやっていい？うん、強さそうだ ね。お腹の中の感じなんだ、うん、気持ちいい。違う、あ、目に入んないんだ。違う、静かだ、静かだね。今日ギャン泣きした。うぅ、うぅ、あ、おならした、おならした。うんちしてない、おなら出てん、うんちしてない、出てない。ちょっと豆うんち。ガーゼ好き、お兄さん。にひん。
手に手を出す。手に手こう。そう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 。あ、ごめんなさい。こう。そうそうそう。それで。そう、それで。シャワー？そうだね、じゃあちょっと待って、ちょっとそのまま待ってて、うん、こうやってあったかいのが出るのかな、うん、出せない、うん、ね、ちょっとなってる端っこの布当てとくといいなし
気持ちよくなって放尿してちょうど10分ぐらいだよね。本当？11分ここまで出ちゃう。うわ、気持ちよかった。よかったね。